クラシックエンパイアは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバ。主なカチクラは2016年のブリーダーズカップ、ジュベナイル、ブリーダーズフューチュリティステークス、2017年のアーカンソーダービー。2015年のキーインランドイヤリングセールに上場され、ジョンシー・オークスリーによって47万5000ドルで落札される。2016年5月にデビューし、2連勝を収める。しかし、 三戦目のホープフルステークスでは一番人気に押されながら、スタート直後に、騎手のイラッド・オルティスジュニアが落馬し、競争中止となった。仕切り直しの一戦となった、ブリーダーズフューチュリティステークスを3馬審査で制し、GI 初制覇を果たす。続く、ブリーダーズカップジュベナイルも制して、同年のエクリプス詳細優秀2歳母バに、満票で選出された。年は、 初戦のホーリーブルステークスで3着に敗れるも、次戦のアークソーダービーを制して、GI3 勝目を挙げる。ケンタッキーダービーでは、オールウェイズドリーミングから大きく離された4着に、終わるが、プリークネスステークスでは巻き返して、頭差の2着に入った。同レースの直後に、クールモアスタッドが、種ボバとしての所有権を購入し、引退後は、 同父の参観馬アメリカンファラオも強用されているアッシュフォードスタッドで種ボバ入りすることが決まった。三冠最終戦のベルモントステークスでは一番人気に押されていたが、ひずめの農用により直前で回避を余儀なくされた。その後はブリーダーズカップクラシックでの復帰に向けて調整されていたが、ひずめの回復が思わしくないことから、同年10月に現役引退が決まった。 以下の内容は、イクイベスの情報に基づく。2018年からアッシュフォードスタッドで、種ボバ入り。初年度の種付け量は3万5千ドルに設定された。2020年からは、シャトルシュボバとして、チリのパソネバード牧場で、つなぎをされる。ありがとうございます。